砂に渦もれた教会となってしまった、セーラウレンティウス教会殿ティルサンデーで教会は、デンマークのスケーンの中心部から南西に2キロメートルの場所に位置している教会である。14世紀終盤に、ローマのセーラウレンティウスに捧げられて建てられた。18世紀後半には、周囲の砂漠化により、建物の一部が砂に渦もれるようになり、1775年の 祈祷日には砂で塞がれた玄関を掘り出さなければ中に入れないまでになった。以後20年にわたって改修は教会を砂から守り続けたが1795年になって直令により教会を閉鎖する許しが得られた。もともとあった教会の建物はイラカダ団のついた塔を残して取り壊された。この教会はスケイエンで最も古い建物の一つである。 書物に最初に現れる日付から見て、1355年から1387年の間に建てられたとみられる。レンガ作りのゴシック建築で、控え壁のついた長いアーチ型の振動を備え、1475年頃にイラカ団をいただく塔が増築された。細具室は北側に、玄関は南側にあり、塔は振動の生誕にあった。教会の前兆は、 高さ22メートルの塔を含めて45メートルあった。教会の使用部は赤レンガに鉛屋根、塔は模様のついた黄色のレンガで建てられたが、塔には1816年に漆喰が塗られた。レンガはオランダとドイツ、特にリューベックから輸入された。現在では砂の上に見える塔は18メートルである。デン・ティルサンデーで教会は、 中世のベンスユセル地域において最大の教会だった。今日では塔だけが砂丘の上に立っている。この教会は1387年3月31日にハンザ同盟の船がスケーエンで座礁したという記事に初めて現れる。座礁後の初日に861枚の布が引き上げられて最寄りにあったこの教会に運ばれた。翌日、 ベアンハートという司祭が7つの布の包みを追加で教会へと運び込んだ。デンマークのマルグレーテ一世は布400枚を受け取ったが、1394年に商人が荷物の価値を2750ノーブルと見積もったにも、かかわらず320ノーブルしか支払わなかった。ベアンハートは7包みの布を留め置き、 司祭としての尊厳において、王と女王にどれだけの長さがあったか報告すると、誓った。1459年に所有権がオールボーの精霊病院に引き継がれるまで、教会の所有権は王室にあった。その後、この地域を砂漠化が襲い、教会周辺も大きな影響を受けた。1600年頃、ロビエア・ミレから砂が堆積し始めた。砂は、 スケーエン近くの村を埋め、18世紀の終盤には、教会に到達した。1400年から1800年の間に、北海沿岸地域の多くで土地が砂漠化し、スコットランド、デンマーク、オランダが影響を受けた。スケーエンの砂漠化は2世紀にわたって続いた。1775年の祈祷日には、改修が礼拝に参加するために、教会の扉を掘り出さなければならず。 その後20年にわたって、スケーン市民は、砂と格闘を続けた。家具や内装は取り除かれ、いくつかの品物は売却された。結局、1795年に、教会は直令により閉鎖され、教会は取り壊された。教会の物品のうち、聖杯、食代、金は、1841年にクレスチャン・フレズレク、ハンスンが建てた新しいスケーン教会で使われた。 資料によれば、教会墓地で最後に葬儀が行われたのは1801年、または1810年である。19世紀後半には、土地を所有するデンマーク国立博物館が、塔の近くで小規模な発掘調査を行った。この時には、神道の発掘は行われず、床や生産台、荒いライバンはまだ砂の下にあると考えられている。かつての教会と打ち捨てられた村のうち、 現在も見えるのは公会場の目印とするために整備され続けている漆喰塗りの塔のみである。教会の塔は1937年以前から文化財指定を受け、デンマークで最も有名な教会の一つとなった。塔は作家ハンスクリスチャガン,ンデルセンが砂丘の物語の舞台として取り上げたことなどから注目を集めた。ありがとうございます。